小林、私はね、小林一茂って言ってます。皆川さんを紹介した私なんです。じゃお願いします。はい、じゃこちらの、では長屋門はですね、あ、全部そうです。はい、まあ、こちらは一番国の指定文化財に、なったのは、平成になってからですけどもね、この長屋門も江戸時代、江戸の初期ですね、に復元でもって建っております。間口約16メーターですね。で、この長屋門の奥行きが、3.75 メーターね。で、国の指定文化財になっているのはこの長屋門と冬積みですね。で、もちろんこの母屋ですと、その裏に蔵が2棟ありまして、その御殿が国の指定文化財になっています。で、桐生では、同じく明治館ですね。あと川内の縄文の遺跡ですね、そちらが桐生では、国の指定文化財その一つですね。まあ、大体430年前に、彦部信勝っていう人がですね、桐生に移住しました。それで、ここに、屋敷を設けた。もともとこの屋敷は、源義家の時代ですね、平安時代末期ですね。その時代に、ここに、義家は鴨神社、上野十二社のうちの鴨神社に、戦勝祈願ですね、東北の何かな、武士たちを打つために戦勝祈願でもってここに、時々来てくるわけですけども。その時に、もともと藤原の元綱っていうその屋敷がありまして、その屋敷がもともとここに、城造りの屋敷がここにあるわけなんですけども、そこに、来たのが平安時代の平安末期ですね。それでその後、まあ、400年ぐらい、経ちまして、今日は、京都でもって時代は、応仁の乱だとか室町、時代の末期ですね、そういった戦場になっておりましたので、彦部信勝という人がここに移住をしたわけなんですけど、そっくりそこの城郭の作りに入ってきたわけなんですけどね。古民家の一つでですね、ここに、面白い、作りがありまして、桶があります。で、この桶はですね、夜間人が訪問したときに、まあ今で言えば、チャイムですね、チャイムの役目してますね。で、用足しました、人が来たんだなっていうことでもって、家の人がどなたか見えたっていうことでもって面白い。